はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、デフォリアル仮面ライダービルドラビットタンクフォームです。はい、そこそこのペースで発売されているこのシリーズも仮面ライダービルドが来ましたね。ディフォルメフィギュアでありながらリアルな造形っていう2つのコンセプトが共存しておりますが、僕はプレ版で買いましたが、プレ版以外でも購入可能なんですよね。パッケージはラビタンというかゴリラモンドみたいな色になっておりますが、上を見るとビルドマークに仮面ライダービルドをデフォリルド、 毎回言ってますけどバンダイじゃなくてプレックスなんですよねここの正面にも P マークでプレックスでは <laughs> 最近そういえばプレックスガング紹介してないなではレビューしましょうちなみにこのシリーズはちょっとソフビっぽさもあるんですけど前回の「ジオウがねなかなかよくできててこれが個人的にデフォリアルシリーズ過去最高作品だったんですけどまた進化を感じられる。 造形になってたりするのかなあーおーいいっすね。なんかほんと初期のクーガーとかから考えたらそこまで一体造形感がなくってちゃんとパーツ分割されてる感ありますもんね。なのでちょっとずつ進化してる。あーいいっすね。あ、今回のビルドも めちゃくちゃいい。なんなら赤色もね、ちゃんと劇中ぐらいに明るい感じになってるし、しっかりベルト周りクリアパーツ使われてますもんね。あ、いいじゃん。でも相変わらずやっぱ軽いんすよね。 手触りもちょっと軟質っぽくて、ソフビー、あ、ソフビクスみたいな、そういうね、質感。ただ発光するとはいえ、これで6600円はやっぱり、いつも通りちょっと割高感感じるんですけど、本来バンダイ以外のソフビーアイテムとかってね、そもそも高級品ですからね。はい、これが発光ユニットが入ってる台座で、電池別になってますから、電池を入れて、 で、ここ差し込んで、お、塗装入ってる。裏側の電源をオンすれば、ここの発光、ラビットタンクが光るって感じですね。この辺の流れはいつも通り。 まず台座を見ていくと、クリアブラックで仮面ライダービルド、ラビットタンクフォームで端子部分とビルドマークですね。基本的な形はこれまでと変わんなくてオンオフボタンがあります。例えば、ジオーのものと比べると形状とかも全く同じですよね。まあジオーの場合はね、こっちにロゴが。 寄ってる感じですよ。で、裏側にちゃんとクッション材があって、ここでディスプレイ用の安定感が増してるのは、これ毎回すごいいいですよね。そしてデフォリアルの仮面ライダービルド本体めちゃくちゃ色がいい。はい、全体ぐるりと見回すとこうで、勝利の法則は決まったのとこか、仮面ライダービルドか、そのあたりのポージングになってて、本体カラーとしてはブラック をベーースにメタリックレッドとメタタリリッッッククレドとブルーで、全部塗り分けられてる感じだで複眼とポインター部分すべてクリアパーツで表現で、ラビットのね、ここの顔部分とかタンクの造形、立体のところまですべてデザイン入ってますね。で、複眼のここの模様部分なんかも本編通り。これ結構実際見るとね、なかなかすごいっすね。 で、ポーズは基本的に固定で、パーツ分割こそされてますけど、動かせないですね。足首のみ、稼働が、あ、でも左、ここのラビットのみか、入ってる感じ、左側のみ。で、ビルドドライバーはまるでアーツのような精密造形になってて、クリアパーツで、ボトル部分もクリアパーツ、その下もクリアパーツですね。で、配線部分とかビルドマークまで、これ全部シールじゃなくって、あ、塗装だ、すごいな。 レバーアクションとかはありませんね。この辺は軟質で全部折れにくいようになっております。裏側から見てもね、しっかりしてますよね。で、ホルダー部分も塗装全部入ってて、配下半身はラビットのバネ部分塗り分けられておりますから、基本的に色の足りないのはさすがに全くないって感じですね。 ちなみに前高が約15センチで同じビルドのアーツと並べるとちょうど前高は共通って感じでディフォルメされながらもリアルな精密造形が表現されてるのがわかりますねここの三角部分まで全部色塗られてますからねこうやって見ても全く足りないところはないと そんな感じ。でも赤色も青色も、すごい本編のスーツ感のメタリックから表現されてて、この色で、今度の再販版のラビットタンク、もしかして色が変わるんだったら、これくらいの明るめの色で出てほしいな。でも定価さ、むしろこっちの、これ再販版の、ダイダツキの20ス版なんだけど、これが定価5000円ですから、 フル稼働でフル塗装でって考えるともう1000円高いデフォリアルはやっぱなかなか金額するなって感じ。ちなみに前回の GO と並べるとスケールというかプロポーション完全共通でこれでオ o とビルドの共闘みたいな雰囲気も出せますよね。 そして足裏まで何気にうさぎのこの肉球とかは全部色分けされてるのがすごいですね。ここビルドマーク入ってるし、細かいな。で、メインギミックはデフォリアルは発酵がメインギミックですから、ここオフにした状態でまずは足裏に端子を刺すと。これでディスプレイ状態。標準のディスプレイ状態が完成して、このまま、 単体でも自立するんですけど、より安定してビルドマーク、ライダーズクレストを見せた状態で飾ることができますね。で、ここの端子部分の電源オンにすれば、箱。おーおーははは、<laughs> いいですね。これちょっと、動画だとめちゃくちゃ白飛びしてますけど、ちょうどいい明るさ。おーこれわかりづらいな。全然ね、あの、白飛びしてないんですよ、実際は。 うさぎとタンクの柄がしっかり見えてる感じ。もうちょっとこう暗くするか。これが実際の明るさかなこれくらいが。なので中の LED が綺麗に光って、この辺まで伸びてる感じ。ああ、やっぱ発光するとね、デフォリアルいいっすよね。ちなみに、 前回のジオウも発光させると、こんな感じで、柄部分がね、バッチリ浮き上がっておりましたが、今回も実際見るとちょっと動画だと分かりづらいんだけど、ここのね、格子柄みたいな、蜂の巣みたいな、そういう柄が綺麗に浮き上がっております。うん。この、どちらでも、発光状態でも、発酵なしでもどちらでも、 ディスプレイすることができるのがいいと思いますね。この部分でちょっと高級感、あの、値段が、価格が上がっちゃってる感はあります。あ、でもいいっすよ。さすが段数を重ねてるおかげで、確かにいい感じの可愛さとかっこよさが共存してるライダー造形に仕上がってますね。これは素晴らしい。 複数のライダーをディスプレイすることで映えるシリーズではありますよね。やっぱダブルとかのこの軟質ゴリゴリ感からするとビルドすごい質感上がってるないや、ジオあたりからほんとデフォリアル良くなってきてる感じ。これは今後の届くやつも楽しみ。ちなみにビルドドライバーと一緒に置くとこうで普段横にね、 アーツとかを置いたりしますから、それを思うと全後同じとはいえ、しっかりね、横幅もあって存在感ありますね。こうやってディスプレイするのもありだと思います。じゃあ、サウンドも鳴らしておきましょう。ベストマッチいいよね。 以上デフォリアル仮面ライダービルドラベットタンクフォームの紹介でした。